こんにちは。柏隆一の今日のインテリジェンスを始めさせていただきます。今日はいよいよ待ちに待った、えー。日本保守党にはかなわない参政党。ええ、参政党はどこで間違えたのかというテーマについてお話をし,しよう。と思います。 あの別にあの賛成党って言ったら陰謀論やろっていう人多分多いと思うんですけどまあ僕もそうだと思うんですけどそんなにただ単にねあの一方的にこう陰謀論だったりって否定するんじゃなくてもし僕がですね僕個人がえそういうこうなんですか巨大な組織 DS のような巨大な組織に戦うにはどうしたらいいだろうかっていうことをちょっと考えてみたいかなと。 こう思いますだから別にからそんなにあの、えー、何ですか、えー、そんな根本的にね DS を戦うっていうこと自身が間違ってるとかそういうことを言う気は全然ありません僕だったら多分こう戦うだろうっていう話からまずねあの人生生きていければね戦いはあるんですよそれは大前提として多分あると思います、まあ、それが DS のあった場合に我々はどう戦えばいいのかまあ2つの手段があると思うんですね一つは何かっていうと戦っていることを秘密にすると。 こういう点です。あのね、あもうこれ,これはもう今だから言っていいと思うんですけどね。中西テレバス先生がね。京都大教授になるためにはどういうことなってたか？って言うと、自分が保守であるっていうことをひたすら隠,隠しておられたようですね。ですから、あの兄弟にね。ようやく宝飾して初めて本音を語られるようになった。そういうお話でした。だから。 国際政治学会とかあるじゃないですかあれは本当にねすごいところですよねあまり詳しく言わないけど、えー、詳細は言えないんですけど徹底したまあまあねあのもう今から30年ぐらい前ですよまあ、徹底したインテリジェンス形式の風潮があったようですね特にねそれだけじゃなくてね米国との関係をね 議論かいわゆる従来のね日米安保,安保条約の、えー、あり方に疑問を差し挟むとかそういう議論をすると相当攻撃を受けるとそういうことがあったようですだから学問のレベルでも、ね、こんなにひどいだから DS というともっと強敵ですよねですからまあ注の件ねのにしても一般人がね議論として話題に出せないですよ だからね信頼できる大学の研究,研究職レベルじゃなきゃ、まあ、これはあかんでと言って一方的にポンというのはちょっときついんじゃないかなとそういう気がしますだからやっぱりね d s 戦うってうと d s 戦うって別に間違いじゃないと思いますけど戦ってることをなるべくねキャスラーに見つからんように隠さなあかんとそういうことが多分あるかと思います二つ目これはね時間を味方にするというそういうパターンです例えばねシナジ編とかね 真珠湾攻撃に関してもまだ決着がついていないだからこんなこと言うのはおこがましいぞとそう言われるかもしれませんまあでもね公的文献やアーカイブから事実を明らかにするってことはまあ時間はかかりますけど原則的には可能だと思いますただね時間がかかるのがたまに傷ですね即効性はないわけですよこの場合はねまあだから僕も死ぬ前にですね「真珠湾は陰謀だ!」と言って叫びながら死んでいくのかもしれません まままそううなってししかもしれませんね。でもねいずれわかると思うんですよ。やっぱり一つはね時代の流れというのがあると思うんですね。例えばジャニーズね。ジャニーズでもあれだけこう権,権力があったジャニーズがですね今や悪行が白日のもとにさらされて明らかになると。で賠償するかみたいな話にまで言ってるわけですね。だからね明らかに多分ねこれは僕の推測ですよ。こののののジジャャニーーズの悪を明らかにししようとして、多くのジャーナリストの人が、 犠牲になななったんじゃいいかなと僕は推測していま,すまあ私のね例えば以前ね私はあの名誉毀損裁判を訴えられたって話をしましたよね、まあ、あれ100%書き直り勝ちましたけど私のね裁判員にいても悪評が尽きない組織でした。でね組織のトップとそのトップとその先代っていうのがいるんですね。特にね先代の,の方は問題が多かったようですね。 昭和の時代はねもう本当これはさ,さらっと聞き流してくださいね昭和の時代には平気で人の命がなくなっていたとそういう現状があったようですだから、えー、これがこんなことでこんなことでとかね本当にね聞いたらええー、本物かみたいな話がいっぱいあったようですね今はそこままでひどくななないいいんじゃないのかなと思いますやっぱりねちょっとどういう人たちが言ったかっていうと佐郷や留夫 あとだかねそういう人たちの話ですよそういうい人たちはこう実際はこうでねって話を聞くことがありましたのでねですから <laughs> あのそ,うそ,うそういうこうやっぱりやばいやばいやばかった昔はやばかったって話なんですよね。 でもねやっぱ僕は基本的にね前回あのねあの老子の発展老子のねあの、えー、道徳教でいっぺんちょっとお話しましたけど、えー、何かを衰退させてやろうと思うならば必ずそれをしばらく反映させておきなさいとだからね引っ張、えー、縮めてやろうと思うんだったら引っ張れとそういう話がありましたね本当そうだと思うんですよ、まあ、この原則にやっぱり僕は忠実でありたいなとこう思ってるんですね。 だからね戦ってるのは参、えー、政党さんだけじゃないですよと別に僕は DS で戦ってるとはあんまり思いませんけど別に参政党さんだけが戦ってるんだとそういうことは多分決してないと思いますね。人生誰でも戦いがあるるんですよ要すよ要にねで改めてね参政党の演説を聞いてみましょう 1, 1個目ね神谷さんのねこれはあの貝塚氏かなそれでやった演説ですねまあちょっとご覧ください。 だからいつまでももう我々はアメリカアメリカって頼ってるんじゃなくて、ね、もう、この戦後の秩序、1945年に一回いろんなものが崩れました、我々戦争に負けて。それから45年の冷戦体制、ね、その間に我々は経済は良くなったけれども、結局、ね、政治家はダメだった。そしてこの30年、経済もダメになった。そして強かったアメリカはもう強くない。さあどうする日本人ですよ。 これでポケーっとしてたら、次は、ね、ブリックス側に我々はコントロールを受けるようになります。しかも、散々アメリカにケツかかれて、ウクライナも支援しちゃいました。中国にもだいぶ生意気なことを言っています。別にコびる必要はないんだけど。ね。アメリカは、なんだかんだ言っても、ね、まだ議会制民主主義の国でしたよ。今おかしくなってるけど。じゃあもし、今後、 数年以内に日本の主導権が中国になったらどうしますかあそこ民主主義じゃないですよ。共産主義ですよ。そういった形に我々はそういった国にですね、コントロールを受けて今の国情を保っていけると思いますか今の国政の政党、自民党や公明党が中国に対峙できると思いますか大阪で言えば維新の人たちが 中国共産党とと向き合ってくれると思いますか多分一緒に利権をけけしちゃいそうですよやっぱりねこれを聞いて一番異様だったのはね日本が中国の支配下に入るかもとそんな感じの指摘がされてますよねありえやろとこう僕は思うんですよ仮にそういうことが起きるにしてもいくつか条件があるはずですよねこういうことが起きてこういうことが起きてこういうことが起きて日本は中国の支配下に入りました。 なんかねそのプロセスがあるはずなんですけどそれをすっ飛ばしてね日本は中国のえ支配下に入るみたいな話をいきなりされるわけですよこれはええー、それはないよっていう気は僕はするんですけどやっぱりねあのー、仮にそういうことが起こるとしてもいくつかの条件をクリアしなきゃいけないはずなんですね中国がねでもその話が全然出てこない何なんやと思うんですね現にですね台湾だってまだ中国領にはなってないわけですよ だからねありえない事態を使ってね有権者を脅かすというんですか脅すというのかそういうところはやっぱり神谷さんの悪い癖やなと個人的には思いますねやっぱりねウクライナ戦争を、ね、にお金を出してしまったとかねそういうことをおっしゃってるでしょやっぱりねウクライナ戦争の意義っていうのを理解されていないのかなと。代代わわりりににね日本の代わりに戦っっってててもらってるんだっていう そういう感覚ですよ、僕個人にはね。で、それはロシア自身が侵略の意図があったっていう報道があったんですからね、やっぱりそれは、えー、本当にね、日本に攻めてきたら、あのウクライナで行ったことが、北海道で起きてたかもしれないわけですよね。なんでそういうことにあの気がつかれないのかなと、僕は思いますね。なんか、あまりにうかつなんですよね、基本的にね。まあ、もう一個見てみましょうか。時間がないいんですよ我々やりたいのは まずこういった状況にあるんだっていうことを国民の皆さんに知ってもらいたいそういうことをちゃんと伝えてくれる政党だったらいくつできても構わない、ね、新しい政党ができて票が割れるんじゃないかとか心配してるとを見るけど心配しなくていいちゃんとしたことを言ってくれるところだったら大いに増えてもらえば結構、ね、一緒にやっていけばいいんだからこういった状況にあることを国民の皆様に知っていただきたい。 ちゃんと伝えてくれるのが政党だったらそういう政党があるんだったらいくつできても構わない、えー、状況を知ってほしいっていうねことをひたすらお願いするという珍しい政党ですよねでもそんなんやったらメディアに行かれたらよかったんじゃないのとそういう気がするんですよね何も多くの人を巻き込んで政党なんか作る意味ないやんとそういう気がしますね なんかちょっと違う感じがしますねでもやっぱり何こういった状況って何なのかっていうことを今度は松田さんに聞いてみましょうかこの前までね共同代表なさってたある先日立ち上がった保守というところはですね我々と逆のことを言ってるんですねで我々は何を言ってたかというとまあわ私の発言をまあ誰とか名前は言いませんがもうこの保守を立ち上げた トップの方が批判をしたんですね、ツイッターをですね。まるで、プーチンを味方してるみたいにたっていうことなんですね。違うんですよ。我々は別にね、プーチンやロシアを応援してるわけでも何でもありません。日本の国益を考えてるんです。日本の国益を考えたときに、我々とも、ウクライナ万歳になりすぎてるということは、ちょっと考え直してもいいんじゃないかという趣旨のツイートを流したんですね。これを批判されてしまったんですね。 でもよく世界の情報を取ってる人は、もう全然違う見方をしています。ウクライナ戦争はもう、事実上終わってます。戦闘は続いてますよ。続いてますけど終わってるそうですね。で、これはあの、軍事衛星とかそういうところで情報、生の情報を取っている専門家は一致した意見なんですね。で、で、もうね、ウクライナが退避するって分かってます。聞いてるところによりますと、ウクライナでは軍はもう崩壊している。 40万人以上の死者が出て、そしてその後 NATO が、NATO の国がスケットに入ってるけども、もうウクライナ負けるっつって、なかなか NATO の人たちが本気でスケットが来なくなってるぐらい厳しいんですね。それでもこの戦争を続けなければいけないというネオコンというね、アメリカの利権がありますね。軍事利権。そ,そこにバイデンが引っ張られてますね。で、そして、あ,あれは西側がもともとプーチンに戦争を仕掛けた、そういうのが本質ですから、 もちろん、プーチンは悪いですよ。国際法違反してるから。だけども、国際法違反をさせるように導き出したのは西側ですからね。その西側の人たちの思惑はどうも追そうになってるようなんですね。で、もう完全に、このロシアの方が圧倒的に軍事的にも上回ってるそうですね。いや、ロシアはね、弾薬はね、厳しいから北朝鮮にね、頼みに行ったって報道されてますが、いや、そんな不足なんか全然してないそうですよ。 もうね、まあ多ければ多い方がいいっていうだけで、北朝鮮との関係はもっと別の意図があるんですね。これはちょっと後で触れるかもしれませんが。で、今や圧倒的に軍事が優先なんですが、ロシアは本気を出してないそうなんです。本気を出してないのは何してたかというと、えー、要するにですねウクラ戦争をわざと長引かせて、西側諸国を疲弊させてる。あの、ロシアっていうのは大変な策略国家ですからね。侮れませんよ、決して。あの、戦後日本がね、まあソ連とロシアは違うという人がいるかもしれないけど、 ソ連は約束を破って日本を侵攻しましたよね、戦争が終わってんのにし、ね、そういうことを平気でやる国ですから、ものすごいしたたかな国だと思ったほうがいいと思います。こんな感じでね、ウクライナ戦争っていうのはもう終わってるんだそうですよ。へぇ、そうか、俺も知らんかった、みたいなそんな感じですよね。松田さんはね、ご自身で分析をなさっていないんだろうと、私は個人的に推測しています。 まあね、ロシアが、ね、占領地域から出ていけばもう参政党は終了してしまいますよね。あまりにがさつなね現状分析。であのやっぱりこうなんかあのすごくねあの神谷さんなんか英語で言ってるんですよ。あの中東で戦争があってえじゃあヨーロッパが東欧で戦争があって中東で戦争があって今度はアジアやろうと。でもアジアには全然え米軍がラキじゃないかとかねそういういいこともおっしゃってるんですけどやっぱりこのなんですかあの プーチン側に立った見方って言いうんですかこれが根強いんですよね。本当に根強い。これじゃあやっぱり、あの、政党、高等って言ったらおかしいですけど、政党のね、やはり現状認識としては非常にこう、えー、不穏当というのか、不適切というのかね、やっぱりダメなんじゃないのかなと思いますね。やっぱりね、松田さんのようなね、主張してる人はどこにいるんでしょうかね。やっぱりね、 だからねそう考えてみればねなんかこういうことが起こるのだから大変なんだということを言ってねで一生懸命ね有権者のみなさん皆さんを脅すとただ、えー、と神谷さんは、えー、とキリスト教の坊主じゃありませんからだから、えー、だから神を信じようっていうことにはならないですよね <laughs> まあそれが大笑いなんですけどまあでもやっぱりよく似てるよなサボナローラにとそういうことなんですよね まあ、サボノ・ローラって皆さんねご存知だと思いますけどちょっと改めてちょっと振り返っておきましょうどんな人だったかサボナローラはキリスト教のボンさんです、まあ、非常に悲惨な、ね、死に方したんで有名です、まあ、ちょっと言んでみましょうかサボナローラはフェラーラの中流階級に生まれたと彼の祖父は著名な内科医兼博学者で、ね、叔父のミケーレ・サボナローラは先生術としても知られる人物であったと 父の意向で祖父の後を継ぐためにフェラーラ大学に入学し芸術学の学位を取得して医学校に進学する準備をしていたとしかしフェエンツァで開いて聞いた説教の影響でキリスト教はね父の家を捨てて22歳の時にボローニにいてドミニク会に入信修道士となるとで1482年にフィレンツェのサン・マルコ修道院に転任し後に修道院長となると えー、説教団から過激な言葉でフィレンツの腐敗ぶりや明治試験より実質的な独裁体制を批判し DS の批判とよく似てるでしょね、えー、信仰に立ち返るように訴え市民を感激させたサバノローラが広く民主の支持を集めることができた背景としてその著作がフィレンツの印刷業者たちに次々と印刷されていった印刷技術の影響も指摘されている今だったらインターネットですよねインターネットでどんどん広まっていく。 ねで、1494年フランス軍が侵攻してくると、それを予言していたっていうことで、えこのサボナローラの辛抱がすごく高まるんですよ。さすがサボナローラさんやこんなフランスの侵攻要求してたんやんけ。だから、もしだから同じようにね。こうなれば同じようにね。さっきね、言ってた分析が当たればですね。さすが神がさんやすごいやんけっていう話になるわけですよ。 まあ、明治は、ね、その結果どうなったかというとフランスへの対応を誤ったことから、えー、フィレンツェを追放されサボ,ナーラサボナローラはフィレンツェ共和国の、ね、政治顧問となって政治への影響力をつかめるとそれ以来、えー、それ以降真剣政治が行われることになっただからキリスト教の坊主がですね、えー、フィレンツェという町を治めるようになったとこういうことなんですねまあそれでもそのだんだん過激になりましてね、えー、だからこうサボナローラは 教皇ね、ローマ教皇ですね教皇領というかそれに対して、ね、批判も開始すするんですね。その結果1497年には、えー、っと教皇アレクサンデル6世によって破門、えー、されると「お前はキリスト教徒ちゃうわ」っていうねそういうこと、うんうん、されるとまあだからもうガタガタになるわけですな。で贅沢品としての工芸品や、えー、美術品をシニオリア広場に集めて焼却する虚栄、えー、の焼却も行われると。 市民生活を殺伐したものになっていったとまあこれは大体あのこういうあのキリスト教の原理主義というのは大体そうですよね。えー、市民学、えー、はあのボッチチェリですねボッチェリも彼の影響を受けて、えー、神の絵を描くのをやめてしまったことであると。だからサボノローラの厳格な姿勢に対して反対派の不安も高まっていったと。で1498年対立するフランチェスカ、えー、修道士から「預言者なら火の中を歩いても えー、焼けないはずだとして、えー、火の試練の挑戦を受けたとこれは4月, 4, 4月7日の当日フランチェスコ外側がおじきづいたのに実施されなかったが4月8日サンマルコ修道院にボートと化した市民が押し寄せついに共和国もサバノローラを拘束すると彼は激しい拷問を受けた教皇の院による、えー、裁判の結果弟子のドメニコとシールエストロと共に、えー、公主権の後 家系印を取られて順教士だと。だからやっぱりこうなんですが恐怖だわってね、恐怖だわってこうだこうだってやってね知らない相手に間にこう政治のトップにの昇り詰めてしまう。でもそれはやっぱり強豪か強豪から睨まれて潰れてしまうとこういう話でした。まあ日本には強豪はいませんけどね。でもやっぱりこうなんですか、ああこう住民と言ったら変ですけど、そういうこう住民を脅してですね、なんかこうだぞと言って自分のねそういうこう 恐怖の概念っていうのを全部押し付けてそれさあお前どうするどうするみたいなそういう感じの言い方っていうのはすごくサボラナローラと似てるんじゃないかなと個人的には思いますやっぱりねやたらとね世界観ばかりを強調するんですよねこれを知ってほしいんだってことをしきる言うよ彼はねだからねこの考え方を知ってほしいとかねこんでそれ出てくるのが根拠ない話なんですよこれは困ったーとこう僕は思うんですよね ね、だからね普通ねあのだからあえて賛成等ですねうまく言えば上手に言えばやっぱりね美味しい懐石料理の料亭というのがまあ懐石料理を出す料亭とそう考えることができますなぜかというと大体お任せのことが多いんですよね大体最初からメニューが一通りか大体三通りかまあね大体一通りっていうのが多いですよねで値段によって大体分かれていてでそれで決まってるでメニューはこう きますよね、だいたいきつけそしてハッスン、そして焼き物を着てあと汁物が着てあとご飯物が出てあとデザートが出てとかね大体そんな感じですよねそういう感じで着実に食事が進んでいくんですけどでもねこの「三成刀」という懐石料理屋はなんかねメニューがないんですよね何か。でなんとなく先きつけって書いてあるんだけどなんかそういう具体例例具体的に何が何が来るのかっていうことはよくわかんない。 やっぱりね。ちょっとこれはどうなんやとそういう気がするんですね。まだはっきりね。なんか健康の問題とか注射の問題ばっかりという話がね。ほんまこれでええんかっていう気はちょっとしますね。だからこうメニューがなかなか明らかにならないっていうのは、賛成党の良くないことかなと。そういう気がしています。正直な話、やっぱりメニューの話をするべきですよね。あの演説こうね。こういろんなところで演説されるんだったら、こういうことを実現したいんだ。と、 こういうことが日本にとって良く,くなると思うとかねそういう話からされるべきだと思うんですが、なかなかそういう話がないですねなんか世界観の話ばっかりで結構終わってしまってて松田さんの話なんかまさにそうだったでしょだからもうほんとね陰謀論みたいな話がバンバン出てきてこの人大丈夫かと思って引くわーっていう状態になるんですよ、ね、だから全然ねあの乗ってこれないっていうのが全然そういう状態なんですよねこれで、ね、政党としてうまくやっていけるのって言ったらこれは僕は無理だろうと こう思う思んですよね例えばね日本の国益ですっていうんだったらね北朝鮮の軍事,かき軍事力強化に協力しているロシアに黙って見過ごすのか参、えー、政党はとそういう気がするんですねそもそもロシアというのはつい最近まで日本侵略の意図があったわけですよねそれがねなんか一生懸命ロシア擁護するっていうのはね参政党の人はやっぱり頭がどっかいかれてるとこう思わざるを得ませんねまあ だからでやっぱりねあとこれからね例えば、うん、そうそうやっぱ一番ね大きな違和感もう一個あるんですよ。これから中国との戦争が始まるわけですよね。そしたら日本は日米安全保障条約をもとに戦うことになります。まあ、これは多分ほとんど確定してると思いますね。で米軍のね直接の関与がなくてもアメリカの、えー、情報能力ですかインテリエンス能力ですねすごく高いんだっていう話がねこういう人たちから全然出てこないんですよね。 だからね、あの別に実際にね、人は派遣しない。そういうことがあるかもしれません。でもね、インテリジェンスの試合は、えー、支援は期待はできるわけですよ。ウクライナのようにね。だからね、アメリカはね、不信っていうんですか。アメリカ不信がね、だからこう、もう根強いんですよね。あの一部のあの自衛隊の体感されたね、将軍級の人足とか。ほんとね、あかんなーという気がすごくしてるんですよ。だからやっぱりね、 アメリカ分もうダメだけですよね。アメリカダメだけの人たちがすごく多いんですよね。だからね、そういう人たちはね、アメリカのね、インテリジェンス能力がどの程度高いのかっていうことに関して、ほとんど知識がない。そして、日本がなぜ戦争に負けたのかっていうこと、もうちょっと詳細な議論ですかほとんど知識がないんだと思いますよ。だからその、本当ね、特にね、ひどいのがね、陸地ね、陸地 やっぱり興味深くじーっと見てたらねあの海事とね空事の人はそんなにおかしな話はしませんよねやっぱりね陸地の人がもう土地狂ったようにえウクライナ敗北するとか言ってるんですからアホかとそういう意気になりますよねやっぱりあの空事とね海事はねやっぱりアメリカとの関係が深いですよねアメリカとの連絡関係って言うんですかそれは日常的にありますからアメリカはどんなもんかっていうことはある程度分かってるんですよね ですからそんなにおかしくないんですけど陸地だけはねなん別世界にいますよねなんかそれでウクライナは敗北するとか言われても何のこっちゃお前新聞見たかって言いたくなりますよねそういう感じなんですよねだからやっぱりこうなんですかアメリカがねやっぱりやっぱ一番のだけど参政党の一番の罪ですねそれは何かっていうとアメリカが信頼できないっていうテーマを真実だと信じているえそういうところにあると思います。 賛成とはやっぱりね、対米不信が根強いんですよね。だそれが良くないと、こう僕は思います。議論にしてもね、例えばこうなんですよ。だから確かにね、アメリカからいじめられたという側面は確かにあります。で、アメリカは実際、に日本をね、実際経済上の潜在的国にされていた。それも事実でしょう。でもね、その状況は今変わったんだという話までされるべきでしょう。でも彼はね、その話をしないんですよ。 だからそれがすごく卑怯だね、僕のね、動画を前から見ておられる方だったらご存知でしょうけど、あ、これで、歴史が変わったんだって話は何目もしてきましたよね。だからもう、そういう、なんですか、アメリカから経済的に攻撃を受けるという時代は終わったんですよ。ね、終わったのに、終わったことに、その以前の話でね、こんなに攻撃を受けてましたっていうことを延々と言うというね、これは卑怯ですよね、なんかね。事実をちゃんと伝えればいいのにと、こう個人的には思います。ああ。 今回の動画はほんま大変でしたああ。まあいいや。じゃあ一応ここまでね。よろしかったらいいポチ調。そしてチャンネル登録もぜひお願いします。そしてあの、えー、サンクスね。あれ本当と助かってますんでお願いします。ということで今日おしまいしますね。はあ,あ。